日本トヨタと2023甲子園はいよいよメインイベントを迎えます。ディープ56キロ以下の契約になります。1ラウンド5分、3ラウンドで争われます。こちらが元ディープのストロー級王者オチハルオ、相手はロード FC で戦ってきたという男、韓国からキム・ウジェ。さあまずは突っ込んでいきました。オチ、オチは今回の試合パンチで倒すか殴ってギロチンを取るかという宣言をしています。右の服を浴びせていたところにかぶせていきましたキム・ウジェ。選手はこれはちょっと個人的なんですけど、ブラ2月にブラックコンバって時にずっと一緒にいて、なんかいろいろどこ行くのも運転していろいろついてくれたんですよね。そうなんですか。このコンビニに挟んだ情報だと、キム選手この応援団いっぱいいて、なんか韓国から25枚ぐらいチケットさばいて来てくれる人じゃないですか。まあ、今回今練習中なんですけれども、ロード FC と再契約をしない形を取って、もうこの試合日本で試合をしたいんだというふうにね、やってきたという。じゃあディープ出場なんですかね。まあ、ディープと言いますとね、ビョン・ジェウンという選手がつい先日までフライ級グランプリに出てましたけれどもね、左のローキックを出していきます。これ大津選手も元ストロー級とは思いながら一発がすごい重いんですよね、体の中から左右のフックを出していきます。大津左から右ボディを狙っていきます。まあ、身長差がですね、8センチになるんですが、ここはパンチを連打から組んでいきました。ただもろ差しの体勢に持っていったのはオチハローです。今ケージに押し付けていきます。そして右足をかけようとしましたオチです。ちょっとどうでしょう、この今もろ差しの体勢ですけれども、もろ差しの体勢ですね、これ一回この脇閉じたいですね、しっかりと。はい、この後そう内容を打とうとしています。強いのですね、もろ差しは。なんか腰を引くなりちょっと、いいですね、この肘入れのこれすごい有効です。ここは離れようとしてるんでしょうか。さあ膝を放っていきます。今度は形状を背にしたのはオチの方です。四つになりましたね、しっかり二の肘を出していきます。キム・ウジェ、そして離れようとしていますオチです。さあオチとしてはまたミドフを振っていきます。パンチからの蹴りを放っていくキム・ウジェ、またもろ差しの体勢になりました。オチがもろ差しに捕まえています。オチ選手は打撃で一発で倒したいのもすごい分かるんで、一発もあるんですけど、やっぱちょっと振り回す感じの一発狙いになっているので、こうやってここから作れるといいと思うんですよね。はい、キム選手はちょっと打撃ではすごい有効だったので、ここはキム選手とさらにもう一回差し替えて一回一回切りたいですよね。今一瞬左足をかけましたオチではありますが、クラッチしています。一旦そのクラッチを解きました。そして左切りを出していくキム・ウジェ、左のパンチを出していきます。そして離れました。再び距離を取っての攻防です。頭を沈めてまたタックルに入る、ナイステイクダウン、タックルを取っていきます。キム選手止まりたくないですね、足クラッチ、これ完成4の人がクラッチさん完成されちゃうとすごい固められちゃうので、ここ動きときたいですね。ここまでもうちょっと逃げる形を、さあバックを取っていきます。さらにここは手首も取っていくでしょうか。意外に落ち着いてますね、キム選手も。そうですね、さあ右手かけました。バックチョークに捉えるか落ち、足はまだ4の字には組んでいません。そして首元にはまだ練り込んでいません。チョークですね、まだ、リストコントロール、リストコントロール、そうだ。さあそして今度は左腕でチョークの形を作りましたが、また今度は右腕、左右の腕でリアネイキッドチョークの形を作っていきます、オチハローです。これもまだ決まっていないでしょうか、どうでしょう。ちょっと力でいってますね、だんだんちょっとメリコンはいるんですが、さあ横にずれ、ました、正解しました。今度はギロチンだ。さあ得意のギロチンの形に持っていきました、オチハロー。残る時間は20秒になります。
ヒロシンチョークに捉える。ここは無理に抜きに行くと逆に決まっちゃうので、頭を押し込んでおいた方がいいですね。はい、今前に出ていこうとしているチェムージェです。さあ残り時間とわずか今外れました。立ち上がるか落ち、第1ラウンド終わりました。この第1ラウンドいかがでしたでしょうか。さすがにあれですね、やっぱ軽い回帰だけで攻防とスピードが目まぐるしく変わってますね。いやでもこのラウンドはどっちなんですかね。結構テイクダウン取ってなんで、はい、まあ、大内選手が取ったのかなと思うんですけど、でも、分かんないですね。ここまで本当に一進一退の攻防続くとどっちが次取るかも分かんないので、はい、結構目が見えるものありますね。そうですね。大内なんですが、今年の3月中旬に愛媛に帰りまして、地元ですね、地元に帰りまして、5月1日に今回の試合に備えて練習のため上京、地元に帰って練習していて、体が力んだ状態になってしまっていたところを石渡さんに修正してもらって動けるようになったと本人は話します。今回やはり警戒するのは、あるいはレスリング力とフィジカルが強いということで、下になり続けたら負けるパターンだと、はいはいはい、そこを警戒しているというふうに大内は話をしています。それからですね、7月にはジムが会長を務めるジムがオープンしますからね、愛媛に、ね、はい、リトルジャイアントジムという名前だそうです。愛媛初のジムですよね、確かに。あ、そうなんですね。最後を出していきます。ですからそういう意味でもですね、ジムオープンに花を添えた一戦ではありますよね。本当に負けたくないですよね、ジム代表としては、はい、最後は右を差した状態ではありますが、さらに左も深く入っています。もろ差しの体勢、この体勢結構よく見られます ね、 そうですね。意外と結構すんなりケビン選手を上げているので、膝を放っていきます。さあここからまた落ち、このキム・イジェを崩していくでしょうか。体勢を入れ替えました。肘、その際を狙っていきます。ノーヒップから左のジャブを出していくキムジェ、左のフック踏み込んだ落ちハローです。前蹴り、左フック、それ用意しとけ、それ用意しとけ、来なかったら自分から右に行くぞ。この2人身長差は交渉では8センチ、もしかしたらもっとあるかもしれません。落ちてしまう、一回り体が分厚く見えますね。そうですね、右フックです。合わせていきました、落ち。この距離感になります。大原選手どうですか。このやっぱさっきも言ったんですけど、やっぱ一歩入って、はい、その一発狙いでガツンとくると、これはすごい嫌ですよね。意外とキム選手もこれ組、はい、大気どうしたなと思ったらそこから組みに行くので、そうですね、落ちが今切ろうとしています。結構さっきはこの体勢から肘を狙ってますよね。そうですね、肘で相手を切ろうとしているんでしょうか。ボディから左フック、落ち、左のジャブを出していきます。このメインイベント、どちらが勝利で平常を後にするんでしょうか。左、さあ左右のパンチから踏みついていきます。キヌージェ今左を差した状態、もろ差しになります。また左深く差している落ち波動です。ここからまたもろ差しの体勢になっていって、膝切りを打ち込んでいく落ち。この第2ラウンド残り時間は半分一旦切りました。さて大原選手、この落ちなんですけれども、やっぱりスタンドの攻防になりますと思い切ってパンチを振ってくるんですけれども、ね、そうですね、すごい振って、ギギキム選手も距離外してもらってないので、はい、お互いがお互い打撃見えてる感はすごいありますね。そうですね。で、キムジェがまた組んでくるんですよね。そうですね、でちょっとスペースできたら今度肘また振り回してくるんで、はい、さあまたもろ差しの体勢です。失礼、左を差した状態です。足をかけました、テイクダウン、外掛けでテイクダウン、ハーフガードポジションになりました。トップを取ったのはオシャローの方です。下になったキムジェは2014年3月ロード FC でプロデビューを果たしました。日本ではワードック、それからグラチャにも参戦経験があります。現在連勝中、日本でも試合してくれてるんですね。はい、
さあこの体勢からどうしますかね。この体勢は、まあ、特には何もできないですね、お互いができないんで、あでも落ち選手はそうですね、上殴キープできて、ここからまあそうですね、フロントチョコ取れないから起きてこないな、殴るぞ、起きてこないな、殴る、起きてきたら決める、やっぱちょっと強いの殴ろうとしますね、そして今ガードポジションになりますよね、そして立ち上がってパウンド落としていきます、右のパンチ、左のパンチ、右のパンチ落としていきます、オチハローです。まあ、これからストロー級でまた戦うというふうに話をしていたオチなんですが、今回は56キロ契約、まあ、フライ級に近い階級との戦いになります。さあ今サッカーボールキックを出していく、そしてまたギロチを狙ってくるでしょうか、今抱え込んでいこうとしたオチですが、フロントチョーク持っていて、この体勢でタックル来てくれたところに合わせて取りに行くんですよね、はい、起き上がるとき、どうしても相手に頭を向けてタックルの形で立たないと下の人はダメなので、はい、その時に合わせてフロントチョーク取りに行くんですよ。しかし足を掴んでいますキムウジェ、落ちも足をかけていきます、そしてちょうど目の前には指導を受ける石渡慎太郎さんの姿があります。さあここはお互いに組んだ状態、この第2ラウンド、終了です。時間を潰しました、ちょっとあの2点のあたりですかね、ちょっとだけカットしましたね、出血が見られます。改めてご覧いただきましょう、あのパンチコンビネーションからハイキック、さらには、まあ、ここで相手のパンチをかわしながら組みついていったオチが、もろ差しの体勢を作りました。この第2ラウンドはどうですか。そうですね、いいテイクだから、やっぱサッカーボールが結構連発でやってたので、はい、やっぱすごい印象はすごいやっぱ良かったと思います、ね、そうですね、まあ、このパウンドも良かったですね。そうですね、すごい、まあ、こうなりますと大原選手、キムウジェとしてはこの3ラウンド目ですよね。そうですね、どうしてもやっぱ行かないと、1ラウンドはどっちか分からないですけど、正直2位捉えてのこれ捉えて曲げられちゃうので、まあ、やっぱ3ラウンドもう倒されても行かなきゃ勝てないですよね、はい、勝つためにやっぱ打撃いっぱい振ってくると思うので、キム選手は、ラウンド3ファイナルラウンド、さあファイナルラウンドを迎えました。3ラウンド目メインイベントです。画面右赤いリストカラーがオチハローです。元ストローク王者、日本は韓国からやってきたロード FC 出身のキムウジェ、現在連勝中です。さあ組んだ状態になります。左を差したオチですが、一方膝蹴りはキムウジェ、この最終ラウンド一旦離れました。そうですね、いい攻防ですね、ここは。そうですね、相手の蹴りに対してパンチを合わせようとしたオチです。左のジャブ、右振っていきました、オチです。左のローキックを出すキムウジェ、左のボディ、左フックです。今少し相手が近づいてきたところに合わせました。この打撃の技術で言いますと大原選手どうですか。お互いやりたいことあるんで、はい、そういうのもいい具合に散らして一発狙ってってなってるんで、お互いの打撃の技術はすごい高いと思いますね。そうですか、はい、2人です。カウンターから右ストレート、右フックです。そしてタックルだ、ここで混ぜましたね、ナイスタックル、テイクダウン、リフトしてからのテイクダウンに成功しています、オチハローです。そしてまたマウントポジションになるでしょうか。今またいでいきましたオチです。バック取りに行ったんですかね、はい、これは。なるほど、後ろを取ろうとしています。今動いていこうというオチです。キム選手はこれはちょっときついと思うんですけども、ここはもう立ちたいですよね、今キムウジェの左足に左足をかけているオチです。そしてギロチンの形をまた作るでしょうか。今回パンチで仕留めるか、それともギロチンで決めるかと宣言しているオチハローです。得意技は何と言ってもこのギロチンチョーク、ちょっといい形でセットしようみたいですね。さあここから今右足はかかっていますが、ギロチンチョーク、ちょっと深いかな、締め上げていきます。キムウジェを捉えたオチハロー、
動きが止まったか、キムージェ落ちた、ギロチンチョーク、しっかりと絞り上げていくオチハルオ、これは落ちてはないですかね、まだ落ちていないんでしょうかね、おっとここで今動いてますね、両足をかけてギロチンチョーク、あーそして今これは上のポジションになりました、落ちです、そしてギロチンチョーク決まった、あ落ちたですね、落としました、いや強い、キムージェの首を刈り取りました、ただの試合は3ラウンド2分42秒フロントチョークによりまして赤コーナー落ち春尾選手の勝利でございます、まあ、前回も今大会に出場しているマサと中村をですね1ラウンドギロチンチョークで一本勝ちを収めている落ち春尾、これで連勝になりました、やっぱフロントチョーク、落ち選手のフロントチョークすごい強いですね、そうですね、やっぱり本人が決めたい、ギロチンチョークで決めたいというふうに宣言するだけのことありますよね、得意としてるんですね、すごい、まあ、多くの対戦相手たちも分かっていると思うんですけれどもね、やっぱ分かってても捉えちゃうんですね、かつてメジャーリーグで先行巻き起こした野茂英雄さん の, あのフォークのように分かってても振ってしまうというね、なるほどなるほど、やっぱ本物の技術ですよね、それはね、はい、相手に警戒されても決められる力があるという、このギロチンチョークで日本がすごいな、しかも相手をこう下向かせたわけではなくて上に向いて、ね、そっちの方が決まりやすいって思ってなお決めたんですかね、そっちの、なるほど、メインイベント一本勝ちで決着をつけました、オチハルオです、まあ、これからのこのキムージェもですね、またディープに参戦する機会もあると思いますので、そうですね、これからどういった戦いを見せてくれるんでしょうか、そして勝ちましたオチです、まあ、これで小原選手、はい、7月に自身が会長を務めるリトルジャイアントジム、まあ、連勝という形で ね, そうですね、いい形でオープンができますね、今お子さんがいますね、キーチ君ですかね、おやんちゃな、やんちゃですね、お父さんの T シャツめくってますよすごいですね、ずっと動いてますね、そうですね、お父さん譲りに動きますね、さあそれでオチです、今日は、お忙しい中応援に来ていただいて本当にありがとうございました、やっぱり韓国の、キム選手もすごい気持ちが強くて、もともとそういうしんどい試合になるとは思ってたんですけど、なんとか勝つことができてほっとしてます、ちょっと自分は本当は階級を落として、総級でベルトを取ろうと思ってるんで、次戦タイトルマッチできたらすぐにでもやりたいんでお願いします、で、ありがとうございます、あと自分ちょっと愛媛に3月から帰って、今度7月にジムをオープンする予定なんで、ちょっと遠いかもしれないんですけど、ぜひ遊びに来てください、ありがとうございました、見事一本勝ちをしました落ち選手、盛大な拍手を今一度お願いいたします、再びディープストロキューオンザ返り咲きへ向けて動き出すこの落ちハローです、今日は56キロの戦いではありましたが見事一本勝ちを飾っています、これで連勝となりました、ね、今ディープストロー級のチャンピオン川原選手